おはようございます、す。の久保です、えー、昨日もですねご訪問をいただきましてありがとうございます、えー、東京から品川からですねお車で来てくださって広島の私のね自宅の方にご夫婦でいらしたわけなんですけども大変ですね有意義な時間を4時間前後を過ごさせていただいてですね私も非常に、まあ、気づきが多かったな勉強になったなっていうところがありますそのうちの一つにやっぱり人はですね 何を信頼して何を選べばいいかって、ね、非常に迷ってるってことなんですよね、えー、そしてだからこそ迷ったからこそ本当に自分の期待したものを掴んだ時っていうのの感動とかねそれから感謝とかっていうのがすごく大きくなってもう一回人を信じてみようかなとかもう一回何かにチャレンジしてみようかなっていうふうな意欲が湧くと思うんですよでも信じたもの信じたものにいわゆるね売り上げ裏切られたりとか自分の見る目のなさっていうのを実感するときってもうチャ,チャレンジですか 次のの挑戦っていうのが怖くなると思うんですよねまあでもそれでも私は言います何回失敗してもまたトライしていただきたいと人生は挑戦の連続であり未知への自分ですよね眉間の我っていうんですけどまだ見たことのない自分との出会いの旅なのかなと思ってるんですよね、まあ、そんな感じで昨日はね本当に私も語り尽くせないほどの時間を過ごさせていただきました今度は東京でお会いいいしたいなと思いますで 今後の予定になりますけども、当面はですね、えー、何しちゃったかな、15日ですかあ、12、13は私、倉敷の方に行ってまいります、えー、下杉の方でね、えー、ちょっとご招待いただきますんで、そちらの方、すみません、えー、また熟成さんと過ごさせていただきます。で,、えーと15ですか、15日の21時からは、インドネシアのライブですよね、東南アジア金融経済セミナーという、ね、形で、 インドネシアを中心とした、ね、東南アジアの経済状況についてそしてそこを利用していかに、ね、利益を上げていくかということをお話しようかと思います当然皆さんお気づきだと思うんですけども日本国内だけでいくら頑張っても収入の限界っていうのが決まってるんですよ経済が縮小してますからねでも東南アジアは逆にもう経済が爆発的に 伸びてるんですよ日本の高度経済成長が今、日本以外の国で起きている、それが東南アジアなんですよね、今からでも十分そのチャンスに恩恵に預かることができますし、逆に、ね、今,今だからこそ、環境が整備されてきて、その10年前とか20年前ほどの利率ではないですけども、でも今の状況でも十分ですね、とてつもない資産が作れるということを私は確信しております、そして私は東南アジアに、まずはバリ島に拠点を置くんですけども。 まあ、あのバリ島にですね法人を作って、自宅を作って、そして活動拠点を作って、居住権を持って、そこからさらに東南アジアを,を展開していこうかなと思ってるわけなんですよね、まあ、そういう姿も随時放送していきますので、もう私がですねあの、マージャン店の、なんか赤字マージャン店の単なる従業員から、40歳にネットビジネスで出会って、43歳で借金を返して生産して、そして現在46歳でですね、 えー、こういういに海外も考えられるようになったというねそういう,ふうなあ、まあ、人生をすごいだろうではないいでですよすよごいだろうではなくて誰でもこうなれるってことを私はねこれからもリアルタイムな動画で,です、ね、お知らせしていこうかと思いますのでご期待ください、えー、それで今月の22日になりますけども宝塚サービスエリアで15時から2034フェス私のナイト2 0 0 0と吉谷拓郎さんの R34 があー一緒にね、えー、会うというねただそれだけなんですけどもこれあの特に申し込みとか あそれから参加費ってのは必要ありませんので、いきなり宝塚北サービスエリアに来ていただければと思います、すごく広いサービスエリアなのと、基本的に車でしか入れないのかな、まあ、多分、徒歩でも来れると思いますけども、もちょっと大変かもしれませんね、えー、とこう集合の方法とかを各自で <laughs> 調べていただくようになります、申し訳ありませんけども、よろしくお願いします、交通機関ではちょっと手間がかかるかもしれませんけども、ぜひね、宝塚北インターサービスエリアですか、こちらの方に来れる方、お越しになれる方、よろしくお願いします。そして次の日 7月23日は岡山県の西泡倉村人口1500人で95%が山林に囲まれたまあ言ってみれば山間部の過疎、まあ、地というのかなちょっとちっちゃい村なんですけども市区町村の間の村ですえ町ではなくて村ですねこちらの方にお邪魔します、えーね、地元の名産とかねちょっと食べてみたいなと思いますんでお昼ぐらいかなランチタイムぐらいに伺えるかなと思いますんで 山なり川なり自然なりを、ね、体験してみたいと思います、はいえー、その他バリ島の方は今月は27日から関空に入って28日からバリ島の方におります8月1日に帰ってきますよねあと残りの連絡が2つです27日のおバリ島の直前私も関空入りを前日にしますのでこちらの方ね午後に到着してチェックインしますから午後はすっかりね夕食の時間まで、えー、面談のために開けてるんですよ でですんでご一緒できる方、何名かあのお問い合わせいただきましたけども、改めてですねちょっとり合わせたいのでご連絡いただければと思います、7月27日、関西空港内、ホテル、もしくはその周辺で,ですね面談をご希望の方はお申し込みください、今までお申し込みいただいた方ちょっといるんですけども、もう1回ですねここでもう確定なんでお願いしますという方は時間の調整をしようと思いますので、27日よろしくお願いします。 それからもう一点のご連絡ですけども FX の方で私はまたさらにね力をつけたなぁと思えるこの半年でしたで力をつけたなぁと思ったらまず初心に帰るってことを私はいつも繰り返してるんですよ自己アフィリエイトも今日新しい動画を撮りましたこちらの方はまたね即可塾を通じて公開させていただきますけどももう一つ FX は1の1からまた始めます、えー、もう用語からですよねそれからダブルトップってのはどうなのかとかねゾーンっていうのはもう一回何なのかってこととか本当にですね 今から FX を始めるつもりで中丸トレーダーの元へ東京に行ってですね、えー、みっちりとスーパーコンサルを受けてこようかと思います去年もねやりましたけども今年もです、まあこういうふうに常に,常に初心に戻るとで同時にですね一時 FX を頓挫したんだけどもこれを機会にもう一回スタートしようと思う方がいらっしゃいましたら同席はどうか分かりませんけどもうんまあ、なんとかね相乗りできるような形を 取取れるんだっったたら取っていきたいいきなと思います私も基本的には個別を希望するんですけども例えば個別を30分いただいて残りの2時間は皆さんとご一緒って形も取れると思いますのでえせっかくね中丸トレーダーが来ていただくんでうん私が1人が独占するんじゃなくて例えば私はコンサル料を結構払いますけども。 じゃあ皆さんのその参加費は数千円ぐらいに抑えられないかなっていうのはねそんな相乗りもできると思いますので基本的には私が個別で受けますのでガツッとねお支払いしますからねでガツッとお支払いする中で流れ弾でもいいよって方はちょっと一緒に同席できるような形で取ろうと思いますですので私1人が質問したりとか回答いただくんではなくて 皆さんの中でも、相乗りする皆さんの中でも、ご質問とかね、自分の悩みがあったら解決する時間を共同で持とうかと思うんですよ、もちろん個別コンサルってめちゃくちゃ高いんで、特に私の個別コンサルって今、めちゃくちゃ高いですからね、<laughs> 高いレベルのものを求めますんで,で、また基礎から学ぼうと思うと、また基礎からあの新しいね、私に、今の私にあった基礎のプログラムをいただきますんで、結構費用がね、ちょっと冗談じゃなく、高いわけなんですよ。でも私は FX で得た利益を仲中のトレーダーにお返しして、さらにフィードバックをいただくために、一歩一歩進んでいこうかと思います。まあ、その中で、あのーね、東京に行きますんで、東京に来れるよって方とかね、多分秋葉原周辺とか、上野駅周辺とか、あの辺になると思うんですよ、新宿か分かんないですけどもね、えー、詳細はまたお知らせしますけども、うん、流れ玉でもいいんじゃないですかね、サリさん。<laughs> あの私が基本的には個別コンサルをしますけども あと、まあ、フリータイムっていうかね、仲間のトレーでもそれだけでは帰りませんので、じゃあ他の参加者さんと一緒にあの集合ミーティングしましょうっていう時間は取れると思いますんで、料金の9割ぐらいは私が払いますんでね、<laughs> 残りはあの参加者さんで分担してください。多分数千円とかにできると思いますんで、もちろん参加者さん誰もいなければ、私が一人で仲間のトレーだーとマンツーマンするだけなんで、2時間半ぐらいですかね、えー、全然気にしないでくださいね。無理なく参加してください。えー、本日の放送は以上です。それでは失礼します。